逃げ出してるもう。あ、被害者が4名。4名被害者がいたわけ。やばい負けるぞこれ。え？何これ？あ、すごい。なんていうこと？あ、これがついてんだよ。テレポーター到着ゲート。ボタン押さないと。おー、いたいた。これワープできるんですか？なんか僕こっちに一人でさっき名屋さんいてましたけど、なんかテレポーターって上にあるよ。あれこれは何？シャトルを送る。あー、なんか行っちゃった。おー、あ、なにこれ。しかも二人ぐらい引き殺されてる感じの。え、これ大丈夫だろ。なんか血ついてるけど、向こうから来た、ねえ、向こうから来たらこれゾリって行かれるやつじゃない。そうなん。でも死体ないよね。そういうこと。読みますね。うん、読んで。俺ら立てる。ここ試してみよう。わあ！バカすぎる。何してんだよ。おい。俺たち何死に方してるの。もう。あ、被害者が4名。4名被害者がいたわけ。あかん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 。あかん。やばいやばい。負けるぞ、これ。負ける負ける。余裕で負ける。余裕で負ける。藤宮の血があったじゃん、血すみ。いや、だからなんだろうなと思ったら。みんな揃ってるけど、もう4人死んでるんすよ。何の議論が繰り広げられるんだろう。誰も悪いことしてるのに。やばいですよ、みんな。めっちゃみんな固まってる。あ、そうだ。誰か一人でも見守る人がいたら。俺、あそこのさ、上のタスクやったら藤宮が呼んで、それで死んだから。うわ、めっちゃ死んだ。めっちゃ死んでためっちゃ死んでた。これもう隠し色いっぱい出るんで。エンジンに来た人。可愛くなっとるの。可愛くなってますよ、ガミさん。はい、あ、ガミです。ガキちゃんになってよ。ガキちゃんになってよ。なら何言っても許されますよ。安心パパの叫んだ。いいよ。ってあげるけど。言うな。そんなこと。あげるけど。今なら何言ってもいいですよ、ガミさん。うん。つずさんがやってました。やってねえ。いや、本当に何でもいい。やってねえだろ。ノースレ違いやろ。ちなみにかなり資料出そうじゃない。え、真面目に言うと、7個、ズズ、ハタサコは無理よ。これ無理だね。無理。この3人誰もキルしてない。3個1動いたから。じゃあもうイズは硬くない？え、いや、プテガンのイズリ。え、いやいない。アルガミ、アルガミプテです。アルガミプテ。え、これみんないつ死んだんすか？エンジンの何かより前。いや、リアクター前、それ前だと思いますけどね、スピード的に。普通は硬い。その3人白取るんだったら。え、アルガミプテ、イズで誰かに白出せないの、そっちで。いや、だからアルガミプテで、エンジン行くまでずっと一緒で、で、アルプテは最後まで一緒なのよ。あ、電キル、イズあります。恋人いっぱいの可能性ある。これ。メンテとか、電キル、バイバイ、そのあたりでプテと。いや、あった。確かに栽培室ではあった。意味のない議論してるみんな。その後になんかリアクターみたいなやつなったから、買うときに、ガミさんとかとの一緒。何の意味もないよ、この会話。ちょっと待って、4キロ来てる時点で、ミスったらまずいね。もう。え、俺が切ってる場合って、これ全白取るんでしょ？俺の相方誰？わかりません。やから、ライン繋いでるって逆に俺じゃないよ。そんな80秒でその人は悪くないんです。私が全部悪いんです。やめてください。モザイクかかってるからね、声にね。そうなるよね。そんな。
え、これどうやって4キルしてんの、すごっ。やば、この試合やばすぎる、これ。え、これなんか、これやばい、相方の、相方の奇跡の4キル出ましたね。ね、すごいね、あれね、すごいね、あんな4キル、いや、すごいわ。え、プテ4キルしてんの。いや、すごい、プテさんがもう、まあ、モーニングスターを振り回しながら、あれ、あんなやり方、あんなのやられたらどうしようもない、ね、どうしようもないわ。よしよしよ、これ、あー、え、ゴミさん死んでるよ。恋人か、うわ、恋人でしょ。あー、そういうとこ。やばすぎ、困っちゃったね。困っちゃうね。まあ、でも基本あと1インポスト想定ですよね。うーん、なるほどね。だからあんなキルサイの怖がってたのか。え、でもじゃあプテが白くなるんだったらアルマしかいない。いやいやいや、アルマ無理よ。いや待って、ね、恋人が混ざってなかったんだとしたら、あの普通にだって2人がキルしてるんでしょ。これ2人行動は。チケはね、できても1キルしかできない。アルガミはずっと最初一緒にいて、途中からチェキゴール、最後までチェキと一緒。だその、アルガミがいた時にキルしてくるぐらいしかなくて、チキルぐらいしかできない。うん、4キルに恋人いないからプテビビってる。シンプルに意味わかんねえとなってるよ。旗やんで白取ってるから。これ多分、4キルの中に絶対恋人いると思ってたんだよ、プテは。ね、ガミちゃんと中野のアルマッチが一緒にずっと行動してたんだろうなってことはわかるんだね。で、うん、プテは後から合流したんでしょ。だからプテが1キロ起こしてて最後合流のパターンはある。で、あるいは本当に伊豆さんが全部キル起こしてるパターン。いや、これ7旗ずつでエラーが発生してないとおかしい。僕しては、僕は絶対エラーが発生してるとしたら、リアクターを直した後で2人が4人をキルしてるぐらいしかない。ズズさんとそんなことはないところで一緒にいたから、ズズさんは絶対できないって、うん、あ、そっかそっか。これどうなってんのマジで。てか単純にガミちゃんに、ガミちゃんの声を高くすることができるのがプテか中野なるまちしかいないでしょ。ええ、なんでガミさんって、あれだよ、あのサボ直しに行った人の一人で7人ぐらいと最後会ってるから、みんな立ってますよ。そうそうそう、ありえるんでしょ。それは関係ないです。いやでも7、ズズ、ハタの中にパーティーがいるとしたら、必ずこの3人の中から、この3人の、いやいや、人が増えたから押したと思うよ。伊豆がね、全キルしてる場合はね、マジで誰でもあると思う。あ、それはそれはそう。それは本当にそう。え、これストップしてスキップしてほしいわ、じゃあ。いや、スキップするの？え、してほしい。だってアルマじゃないもん。僕視点は。アルマじゃないんだね。え、じゃあ伊豆さんキルしてなくて、その二人でまだインポスター二人同士っていうのありえるんじゃない？全然今の話。ない？え、それはないじゃん。スキップしてもわかんないよ、これ。ああ、そう。だってガミさんから、それ、そしたらアルマ疑うでしょ。あ、そうか、そうか。なんで釣るんですか。え、これ何。いやー、やばすぎる。あー、よかった。これで勝てるんだ。なんでこれで勝てるの。何が起きた。いや、何が起きた。すべて冤罪です。すべて冤罪。誰もキルしてません、インポスターは。え、どういうこと。おい、ふざけんなよ。え、なんで死んだ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。なんか、左右にリフト、リフト、リフトがあって、リフトがあって、それに4人とも引き殺されました。おい、わかる、わかるか。違う。ねえ、高さん、違うよね。違うのよ。わかるか。ね、違いますよ。なんかあのリフトが行ってしまって、行ったらリフトの下からなんか2つ血痕が見つかって、血痕が出てきて、これなんやろうと。で、ちょっとリフト戻してみるかって言って、戻したら引き殺されて、俺らも死ぬ。2人も無駄やん。マジで分かるか、そんな。ハテナすぎて、え、プテさんも多分ハテナよね。え、伊豆さん4キルしたのって思ったよね。伊豆さん4キル意味わかんないから、だから恋人挟んだら、まあワンチャン。あの最速で回ったんかなと思ったけど、伊豆さんの声も出てたから、俺自身が分かるからさ、伊豆さん4キル、白取れる、え、何と思って、やばい。俺と藤宮が引かれた後の血だらけになってんのに、高田さんと東達さん、その血見て、これ大丈夫かなとか言って、いや、マジ分かんなかった、あれっつって、ちょっと一回分かんないし、やってみるか。いいな。めっちゃ気になるな、そのシーン。やばいよ。いや、と俺めちゃくちゃやばかったよ、ね。なんだこれ、これ読めるぞとか言って、藤宮が読んだら、思ったよりもこっちに来たとか言って、来たでしょ。俺とトータスもその後同じことやってるって、うん、同じこと。同じことをやって4人死んだ。
なんで勝ったの？いや、ほんと、なんで勝ったの？いや、そう、なんで勝ったのかマジでわからない。めちゃめちゃ真面目な議論してるつもりだったのに。でかいで見てたら、こいつら何の話してんだろうと思って、誰も何もしてねえのに。ずるしますよ、これ。でも、わかんないもん、合ってるかな、どっくりさは。できねえね。正解なんだよな、実は。そう。パーティー以外の要素なんもなかった。なんもなかった。